します。お疲れ様でした。よろしいですか。放送席、それでは秋山監督です。昨日と同じような得点の経過になりましたが、どんな思いでしたか。なりましたね。よく似た感じだなと思いながら、まあ、最後ね、明石があそこで打てば似てるなという感じがあったんですよね。まあそんな感じになりましたね、はい。あそこはやはり赤瀬選手にもかなり期待を持って見つめていらっしゃいましたか。そうですね、昨日やはりね、いいところで最後打ちましたんで、まあ、そういう集中力っていうのがね、多分最後の方出たと思いますけども、昨日最後に言ったあの勢いを買っての今日もスタメン起用というような感じだったんでしょうか。そうですね、はい。まあ、途中はなかなか追加点が入らなかったんですが、岩崎投手もよく踏ん張って投げましたかね。そうですね、1回飛ばしましたけどもね、ローテーションがね、うまいこと調整して、落ち着いてピッチングできたと思いますね、はい。今日ご覧になっていてどこが一番良かったなと思われましたか。そうですね、まあ、コントロール良かったなと思いましたからね、まあ、うまいこと球を散らしながらね、投げたなと思います。はい。その岩崎投手を乗せたのがやはり、まあ、初回2回の先制攻撃だったと思うんですが、あの辺り振り返って、ね、1、2番が出て必ず出て、まあ、内川君も、ね、返すという、うちのパターンでね、まあ、先制点取れたのが、ね、大きかったと思いますし、あと2塁打2本で1点ですよね。まあ、その後はちょっとね、小康状態だったんですけどね、まあ、最後の方でまた取れたんで、あと森福がやはりいいところでね、抑えたというところも大きいと思います。はい。そういう意味では、まあ、収穫も多いという試合でしたか。そうですね、やはり先制点取ってそのままの流れで最後までいったという形で、ね、いい展開だと思います。まあ、今日で40盗塁を決めた本田選手、足もちょっと心配だったんですが、そうですね、まあ、スパイクされて、まあ、ちょっと怪我しているみたいですけども、本人は大丈夫という話はしてましたけどね。はい。明日も大丈夫そうですかね。1日経ってみないと分からないですけども、まあ、多分大丈夫と思うんですけどね。はい。そうですか。はい。明日もいいゲーム期待しています。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、どうも。